はい、皆さんこんにちは、ザツコです。私たち個人の歴史観は多くの場合、学校での授業が基礎になっています。基礎というのはベースのことであり、それが前提となって歴史を認識しているはずです。しかしそこに大きな落とし穴があったとしたらどうでしょう。知らず知らずのうちに見逃してしまっている、覗き込めばこれまでの認識が覆ってしまうような大きな穴があったとしたら、今回の動画ではそんな大きな穴の一つである縄文時代に存在した可能性のある高度文明の謎について紹介していきます。縄文時代の真実。皆さんは縄文時代についてどの程度のことを知っているでしょうか。旧石器時代の終わりから弥生時代の始まるまでの間、縄文土器が使用されていた、磨製石器が発達したといったところでしょうか。つまり多くのこと、むしろほとんどのことについて分かっていないと言えます。そもそも縄文時代とは諸説あるものの、短く見ても紀元前1万3000年前から紀元前3000年前の1万年ほどの期間について付けられている名前のこと。1万年といえば西暦以降の歴史から5つ入る計算になりますが、それだけの空白期間について何も分かっていないのです。その空白期間について縄文様の土器が使われていた形跡がある。石器も旧石器時代よりは工夫されているといういくつかの発見された事実を並べた気になっている。それが現在の認識といえます。ではその空白期間、どのように人は生活していたのでしょう。それは現在発見されているものからだけでも十分に推測できます。例えば縄文土器。縄文式土器は形状的に熱効率が優れ、その頃から一定水準以上の知識を持っていたことがうかがえますが、特筆すべきはその形状です。縄文土器には多くの種類があり、中には火炎型土器と呼ばれる炎を連想させるデザインの華美ともいえる土器も存在します。普通、生命維持に関わる道具というのは目的があり製作されるわけで、そこにある意味で不便ともいえる装飾が付けられているというのは、当時の人々の精神的な余裕や豊かさを感じさせます。その精神的な余裕や豊かさを象徴するように、これまでに発見されている当時の人骨からは、筋ジストロフィーにかかりながらも成人まで生きていたり、骨折した後も何年も生きていたなど、助け合って生きていたことがわかるものも見つかってきました。また、当時の技術についても驚くべきことがわかっています。当時の人たちは狩猟や採集で食料を得ていたわけですが、その痕跡は貝塚の痕跡から知ることができます。そしてその貝塚からクジラやマグロの骨が見つかっているのです。当然当時から遠洋に出て漁をしていたというわけではないようですが、それにしても湾内や近海においてもクジラやマグロを捕獲するというのは並大抵なことではありません。その方法としても、見つかっている石器などから回転式離島盛りという高い知識と技術の存在が確認されています。さらに太陽の運行を観測し、暦についても認識、利用していたようです。例えば、岐阜県下呂市の金山巨石群、岩や岩陰遺跡では最大10メートルの高さにも及ぶ巨石が組み合わされ、夏至や冬至の日には太陽の光が決まった差し方をすることが分かりました。巨石群や遺跡、そしてその付近からは縄文時代の遺物が多く発見されていることもあり、当時の人が利用していたのであろうと言われています。このように現在見つかっているものから判明しているだけでも、縄文時代の知識や技術は私たちが認識しているもの以上に高い水準のものであったことが伺えます。カタカムナ文献と高度文明存在の可能性。歴史というものは過去のものであり、どのようなことがあったのかを知るためには痕跡を見つける必要があります。縄文時代について未知の部分が多いのも、発見されている痕跡が少ないことに起因しているのですが、発見されているものの十分な研究が進んでいない痕跡というのも存在してきました。そんな痕跡の中でも有名なのがカタカムナ文献です。
アタカムナ文献について語るには、まず楢崎さつきという物理学者について触れる必要があります。楢崎さつきは日本電子工業電気学校で学んだ後、あの東条英機に養成され、満州の陸軍製鉄研究所の所長を務め、戦争が終わり軍が解体されると、農業技術の開発のため日本各地を巡ることになります。彼が行っていたのは大地電気を測定し、その土地の良し悪しを見極めるというものでした。古来より流脈や地脈というエネルギーの流れがあることは知られていますが、微弱な電気を測定することで、その土地の潜在的なポテンシャルや人間でいうところの壺のようなものを発見することに可能性を見出していたのです。そして調査のために兵庫県の六甲山系金鳥山に訪れた時に、その出会いは訪れました。調査をしていた彼の前に、設置した機材についてクレームをつける人物が現れます。平藤次と名乗るその男は、機材を撤去した楢崎に感謝し、ある巻物を見せるのですが、巻物には平藤次の父親の父親が宮司を務めた片鎌名という神社の御神体という由来がありました。この巻物こそが片鎌名文献のオリジナルだったのです。興味を持った楢崎はこの巻物を書写することを許され、これが後に片鎌名文献と呼ばれることになります。片鎌名文献は図形文字が渦巻き状に並んだ歌になっており、合計80首で構成されていました。楢崎はこの文献の解読に没頭した結果、製鉄や稲作技術、医療や果ては哲学に至るまで、非常に高度な知識や技術について記されていること、そしてどうやらこの文献は縄文時代よりも前から伝わっているらしいことに気づくのです。ではなぜそのような文明の記録が他に残っていないのか、そこには歴史という概念そのものが関わってきます。歴史とは常に勝者により語られるものであり、正確さが重要視されるわけではありません。例えば2つの勢力が争った時に、勝者は敗者を悪として語ったり、歴史から抹消することになります。古今東西様々な文明が侵略し滅ぼされた際に、あらゆる施設が壊され、文献が燃やされることは珍しくありませんでした。そして平藤次が語ったところによると、片鎌名の人々は天孫族、現代まで続く権力の始まりに滅ぼされてしまったのだそうです。他に類似したものが発見されていないので疑わしいという声もありますが、他にこのような記録が残っていないから疑わしいのではなく、他に残らないように受け継がれたからこそ真実が伝わっているとも言えるのです。古代宇宙飛行施設と縄文時代。紹介してきましたように、縄文時代にはすでに高度な文明が存在していた様子がうかがえるわけですが、ではその文明はどこからもたらされたのでしょうか。その答えは古代宇宙飛行施設で説明できます。古代宇宙飛行施設とは、古代や超古代に地球外生命体が飛来し、地球上に高度な文明をもたらしたというもの。はるか昔、地球上の日本に地球外生命体が飛来していたその可能性は、大いにあり得るのではないでしょうか。その最たる証拠とも言えるのが、重要文化財にも指定されている遮光器土偶です。その最大の特徴は、名前にもなっている遮光器、エスキモーやイヌイットが使うようなゴーグルにも似た装飾品のついた顔面部。服装にしても特徴的なデザインをしており、その姿はまるで宇宙服を着ているようでもあります。用途も目的も不明なこの土偶、かつて宇宙から訪れた地球外生命体を模しているのでは、という説は誰しも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。また先ほど紹介した火炎型土器についても、その装飾には秘密が隠されているという説があります。火炎型土器のデザインは、燃え盛る炎をデザインしているように見えるのですが、逆さまにすることで炎を吹いて飛び立つロケットのように見えるのです。しかしこのような説は、日本特有の国民性によって長きにわたり封殺されてきました。
例えばカッパ。妖怪のカッパは誰もが知るほどの存在ですが、その正体については妖怪であるということのみで片付けられてきました。カッパといえば沼や川に生息していることが知られていますが、これはかつての製鉄と沼や川と切り離せないものであったことと関係しており、異形であるのも日本人とは違った見た目であるということが誇張されたため、つまり製鉄を得意とした渡来人という説もあります。またよくよく見るとリトルグレイにも似ており、地球外生命体という説を提唱する人もいます。にもかかわらず、カッパは妖怪であるというある種の逃避のようなもので納得しているのは、わからないものを恐れ一応の説明をつけることで納得する国民性ゆえと言えるでしょう。遮光器土偶や火炎型土器に関しても、豊穣を願ったものである火炎を模したものであるという説で納得し、それ以上の探求をやめている節があるのではないでしょうか。あるいは意図的にその探求をやめるように誘導している可能性すらあるでしょう。カッパであったり遮光器土偶や火炎型土器、そういったものの真実の姿を知られるのを良しとしない存在。もしそんなものがあるのなら、それはもしかしたら現在の歴史認識を肯定する立場の大きな力なのかもしれません。縄文人は宇宙人を見たか。これまでに縄文人に地球外生命体のもたらした高度な文明が存在した可能性について触れましたが、では地球外生命体はいつ日本に降り立ち、文明はいつ誕生したのでしょう。例えば最古の文明と呼ばれるシュメール文明は紀元前5000年には始まっていたのではないかと言われています。シュメール文明への影響が見られるギョベクリテペ遺跡は紀元前1万年前の痕跡も見つかっていますし、その近くにある発掘が待たれる遺跡はトポグラフィックスキャンにより紀元前1万5000年前のものであろうと言われています。つまり、シュメール文明に連なる知識や技術をもたらした地球外生命体は、紀元前1万5000年よりも前に訪れていたことになるというわけです。また、シュメール神話の元になっているというアヌンナキという地球外生命体は、なんと紀元前45万年程度前に地球に降り立っていたことになっていますから、縄文時代から考えても、はるか昔のことと言えるでしょう。ただ、縄文時代に存在した高度な文明がアヌンナキがもたらしたものとも限りません。その証拠として、遮光器土偶に似た遺物というのは、他の国の遺跡では発見されていないのですから。もしかしたら日本に訪れた地球外生命体は、地球の歴史で見れば比較的遅い段階にやってきた可能性があります。遮光器土偶が発見された亀ヶ丘遺跡ですが、本格的な調査が始まった段階で、すでに洞窟などで荒らされていたということも知られています。もし今後、その時に失われた遺物が日の目を見ることがあれば、縄文時代と地球外生命体に関する驚くべき事実が発覚するのではないでしょうか。今回は日本の歴史にぽっかり開いた大きな穴、空白の時である縄文時代に存在した高度な文明について紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。このような大きな穴であったり、空白というのは歴史に多く存在します。そしてそれは私たちの暮らしの中にも、分かったような気になっている普通や常識、そんな盲点とも言える穴に気づいた時、もしかしたらその先には縄文時代という空白を埋める何かが隠されているのかもしれません。皆さんこんにちは、まなみです。皆さんは縄文時代についてどのようなイメージを持っていますか？まだまだ発展途上や原始的といった生活を想像する人も多いかもしれません。しかし実は縄文時代は私たちの想像以上に高度な文明が発達していた時代であった可能性があるのです。実際にその証拠となるものも日本ではたくさん見つかっています。今回は知られざる縄文時代の謎について解き明かしていきましょう。動画後半では縄文時代と宇宙人、シュメール人の関係についても解説していくため、ぜひ最後までご視聴ください。縄文時代が続いた理由。
縄文時代といえば狩りなどを行いながら原始的な生活をしていたと考える人も多いのではないでしょうか。現代の世界と比べると全く異なる環境ですが、なんとそんな縄文時代は1万年以上も続いたと言われているのです。日本の縄文時代に似た生活環境を持っていたのは、世界中を探しても北アメリカ北西海岸の一部の先住民のみで、縄文時代は日本独自のものであり、日本人のルーツを探る上で最も重要な時代でもあります。そんな謎多き縄文時代ですが、近年になってその実態について様々な真実が明かされています。では、縄文時代とは一体どのような時代だったのでしょうか。例えば、戦のない平和な時代が続いたと言われる江戸時代でさえ265年しか続いていません。ですが、縄文時代は1万年以上続いたと言われています。縄文時代は知っての通り、会社も学校もありませんでした。そのため、人々は狩りに行って魚や動物を捕ったり、木の実を拾いに行ったり、料理を作ったり、矢尻や網籠なども作っていました。もちろん、狩りは毎回獰猛な動物たちと戦っていたわけではなく、罠や落とし穴を仕掛け、それらをチェックしに行くだけの日もあったようです。また、病気や怪我人を看病した痕跡が見つかっているため、支え合って暮らしていたことが分かっています。縄文人の高度な生活を表すものに、青森県で発見された三内丸山遺跡があります。三内丸山遺跡は、手入れされた広葉樹林に囲まれ、中には数十個の住居があり、500余りの集落が形成されています。縄文人といえば縦穴式住居ですが、その跡地からは石組みされた火を燃やす場所や煙抜きの窓、飲用量の水場と下水用の水場が分かれているなど、かなりハイテクです。また、ゴミ捨て場や墓場なども常備されています。今よりも何もなかった縄文時代ですが、なぜ1万年も歴史が続いたのでしょうか。そこには様々な条件があったためと言われています。まず、縄文人たちが住んでいた条件が良かったことが挙げられます。縄文時代はちょうど氷河期が終わった頃でもあり、暖かな気候が続いていました。そのため、自然の恩恵を十分に受けられたと考えられています。確かに自給自足の生活ではありましたが、当時は戦争やテロのような身の危険を感じる出来事はありません。みんなが生きることに必死だった時代でもあるため、権力争いや奪い合いなどはあまり見られなかったと言われています。縄文時代は鹿やマンモスなどをみんなで協力して飼っていました。そのため、縄文時代から発見された人々の骨には欠けた痕跡や傷があまりないようです。さらに身分制度もなく、基本はみんな平等でした。全員が労働をするため、助け合いの精神が主だったと考えられています。ですが、縄文時代の人々が特別穏やかだったわけではありません。ちゃんと生活が豊かになる、いわゆる文明の利器があったからこそ、みんな心穏やかで余裕があったのだと思われます。では、縄文時代の人々は何を使っていたのでしょうか。それこそが縄文土器です。旧石器時代から石器はたくさん使われてきたものの、硬いために加工が難しかったのです。しかし、縄文土器の材料は粘土に鉱物を混ぜたものであるため、自由に形を作れました。こうして縄文人の生活はどんどん便利になっていき、食料の貯蔵や料理などもできるようになっていったのです。ですが、縄文土器は単なる生活用品としてではなく、縄文時代に関する新たな謎を呼ぶきっかけとなってしまったのです。世界最先端だった縄文時代。縄文時代の誕生は、今までなかった土器の誕生からスタートしました。この土器に縄模様がついていたため、縄文時代と呼ばれています。そして土器こそが、これまでの人間の生活を大きく変えるものとなったのでした。日本最古の土器は、現在の青森県で発見されました。これは、紀元前約1万3000年前のものであり、世界でも最古と考えられています。残念ながら、すべて破片になっていましたが、土器には炭化物がついているのが確認されており、土器を使って煮炊きをしていたのがわかります。これは世界最古の煮炊きの跡とも考えられているのです。同じ時期に高度な文明を持っていたメソアメリカやメソポタミアが、
土器を貯蔵や運搬に使っていたのとは異なり、日本では土器を煮炊きやあく抜きに使っていたのが分かっています。そしてこの土器からは当時の生活以外にもとんでもないことが分かっています。日本各地にある縄文土器の中でもインパクトがあって有名なのが、青森県亀ヶ丘で見つかった遮光器土偶です。まるで人間のような形をしている土偶ですが、その姿は人間のようには見えません。人とは違う大きな目や不思議な服装は何をモチーフにしたのか分からず、未だに大きな謎となっています。ですが1968年にスイスの実業家がこの土器をあるものとして紹介したことをきっかけに、さらなる謎を呼ぶこととなってしまいました。実業家であるエーリッヒ・フォン・デニケンは遮光器土偶について宇宙人をかたどったものとして紹介。確かにアーモンドのような大きな目は宇宙人を彷彿とさせます。そして奇妙な服装はまるで宇宙人のようです。もし遮光器土偶が宇宙人だとしたら、古代宇宙飛行施設にもつながってきそうですね。古代宇宙飛行施設とは、古代に宇宙人が宇宙から地球へ来て人類を創造し超古代文明を授けたと言われる説です。この説が本当だとすれば、宇宙人は存在しており、地球人に何らかの知恵や技術を授けたことになります。そしてそれは日本も例外ではなく、実際に古事記には天皇と宇宙人の関係を表すような記述があります。ちなみに古事記には雨の鳥船と呼ばれる空飛ぶ物体が登場し、現在でも UFO のことではないかといった説が絶えません。さらに古事記よりも前の歴史を記したとされる竹内文書を見てみると奇妙なことがわかります。竹内文書には、天皇が雨の浮き船に乗ってたどり着いた場所を羽と名付けるという文言が出てきます。この記述を頼りに日本で羽とつく地名をたどってみると、とんでもない事実が見えてくるのです。羽がつく場所は石川県の羽や富山県の呉羽、羽、小羽、岐阜県の羽、愛知県の羽などたくさんあります。そしてこの羽たちを線で結ぶと、なんと日本海から太平洋側までを結ぶまっすぐな直線になるのです。これは偶然なのでしょうか。もしかしたら縄文時代の頃には人類と宇宙人には密接関係があったのかもしれません。ちなみに江戸時代にはうつろ船と呼ばれる UFO の目撃談が相次ぎました。うつろ船は直径5メートル、高さ3メートルで上部に窓がついているとされています。そして中には若い女性が乗っており、身長は180センチもあり、顔は青白く、髪と眉は赤黒いと記録されていました。宇宙人で女性といえば、アポロ計画で明らかになった月のモナリザが有名です。遮光器土偶のモデルは女性という説があるため、もしかしたら月のモナリザをモチーフにしたのかもしれません。だとすれば、縄文時代の人々は宇宙人と密接なつながりがあり、何らかの技術を受けたのかもしれません。実際に翡翠に正確な小さな穴を開けたものが発見されているのですが、翡翠はとても硬くデリケートな素材として知られています。翡翠の硬度は7以上あり、しかも非常に強靭で、現在のダイヤモンドカッターを使っても削るのはなかなか大変な作業です。砕切りと研磨剤を使ったという説がありますが、実際にはよくわかっていません。縄文人と文字。人類は道具のほか、文字と共に発展もしてきました。現在使われている文字はもちろん、未だに読解されていない文字も数多く存在します。そんな文字でも最も古いと言われているのが、シュメール人文明で使われていたとされるシュメール文字です。シュメール人とは、紀元前3000年頃にメソポタミアで都市文明を最初に生み出した民族であり、建築や宗教、社会規範、医学、教育なども発展させました。シュメール文字が最古とされているものの、文字らしきものは以前から存在自体はしており、およそ紀元前1万年前からペトログリフという絵文字はありました。これは世界各地で発見されていて、多くの痕跡が残っています。ただ、日本で見つかっているものは他と比べて違う点がたくさんあります。海外で発見されたペトログリフは絵が乱雑に描かれていることが多いにもかかわらず、
日本のペトログリフはきっちりと整列して書かれています。そのため、これを書いた縄文人は明らかに文法を意識しているように見え、縄文人には飛び抜けた高度な言語や筆記能力があったと考えられるでしょう。そして、縄文人は文字だけでなく、盛んに貿易をしていたこともわかっています。現代の私たちは遠くへ行くには電車や飛行機を使いますが、縄文時代の人々は船を使っていました。船の歴史は古く、人々が海を渡って移動を始めていた後期旧石器時代にはすでにあったとされています。そして縄文時代にも船が盛んに使われていました。当時の船は丸太をくり抜いて作った丸木船で、日本全国で80ほど出土されています。舞鶴市で見つかった浦入遺跡では、船を止めておくための桟橋と思われるものも発見されました。丸木船を使って縄文人たちは日本本土を飛び出し、沖縄や小笠原諸島といった国内だけでなく、台湾や朝鮮半島にまで行っていたと考えられています。実際に複製した丸木船を使い、台湾から与那国への航海を成功させたといったニュースもありましたね。他にも縄文時代は農業を行っていた形跡も出てきています。発見されたのは岡山県彦前貝塚の約6000年前の地層です。そこから稲やキビ、ヒエ、小麦など雑穀類の痕跡が検出されており、栽培していたことがわかります。さらに青森県の三内丸山遺跡では5900年前から4200年前、栗やひょうたん、ごぼう、豆などの栽培植物の DNA も見つかっています。これによって縄文時代では気候に合わせた食料を栽培していることが分かりました。稲の栽培で世界最古と言われているのは、中国の長江下流で約1万年前のものが見つかったものです。ですが、最近の研究では2万年前の地形を調査した結果、日本人は日本や中国、アジアに広く住んでいたことが分かりました。縄文人は思った以上に昔から世界のあちらこちらを旅しており、様々な文明に影響を与えたのかもしれません。もしかしたら縄文人は大陸へと渡り、シュメール文明が繁栄した現在のイラクのあたりにまで行ったこともあるかもしれません。その時に自分たちの言葉を現地のシュメール人に教えた結果、シュメール文字が生まれたのかもしれませんね。日本とシュメールをつなぐものは数多くあり、三種の神器も有名です。日本の三種の神器は、草薙の剣と八田の鏡と八坂の勾玉がありますが、シュメール人においても三種の神器は存在し、剣と鏡と首飾りと非常に似ています。日本神話では、八つの首を持つヤマタノオロチを退治して剣を得ていますが、シュメールの神話でも7つの首を持つ竜を退治して剣をゲットしています。このように日本神話とシュメールは驚くほど似ているのです。さらにシュメール人とされる偶像が発見されていますが、その姿は宇宙人のグレイにそっくりです。縄文土器で見つかった遮光器土偶も宇宙人のような姿をしていますよね。もしかしたら日本とシュメール、そして宇宙は何らかのつながりがあり、縄文時代からすでにその関係は確立していたのかもしれません。そして縄文人は宇宙から何らかの技術を教えてもらい、その結果1万年も続く時代となったのかもしれません。今回は縄文時代が1万年も続いた理由について考えてみました。調べてみると共通点も多く、ただの偶然とは思えませんね。日本の歴史にはまだまだ私たちの知らない謎が潜んでいるのかもしれません。日本には中国から漢字が伝わる以前にも固有の文字が存在していた。それが神代文字。今回はそんな神代文字の一つ、アヒル草文字に隠された真実について考察します。動画の後半には世界8大文明の一つである日本文明の源流ともなった超古代文明との意外な関係も紹介。今回もぜひ最後までお楽しみください。謎の神代文字、アヒル草文字とは、漢字が日本に伝来する以前に日本で使用された文字を神代文字と言います。主に神社の御神体に刻まれていたり、神事に使われたり、もしくはお守りや札に使用されることもあります。
文字をお守りとするというのは不思議だと思われるかもしれませんが、古代の人々は文字には神聖なパワーが宿る、そのように信じていました。例えば西洋のルーン文字などはその代表でしょう。現代でも文字に秘められた不思議なパワーについての逸話が存在します。日本に中国武術を広めた人物に松田龍智氏という人物がいたのですが、彼が中国河南省にある海賊の村を訪問した際、ひどく体調を崩してしまいました。海賊というのは中国に住む少数民族で、中国の人口の 90% 以上を占める漢族とは異なるイスラム教を信じる人々です。現在世界中で大問題となっている中国政府とウイグル自治区に住むウイグル人との衝突ですが、このウイグルの人々もまた海賊です。さて、体調を崩した松田氏が苦しんでいると、海賊の長老が水の入った湯飲みを差し出し、これを飲んでごらん、すぐに楽になるから、と言ったので、松田氏が水を飲み干したところ、すぐに体調が回復。これはどうしてか、松田氏が長老に尋ねると、湯飲みの底を見なさいと言われました。彼が湯飲みの底を見ると、何やら見慣れない文字が書かれています。長老は、これはコーランの文字で不思議な力があるのだと語り、松田氏もこれには驚いたといいます。神代文字といえば、代表的なものにカタカムナ文字が挙げられます。このカタカムナ文字にも不思議なパワーがあるようで、カタカムナ文献が眠るとされている兵庫県神戸市の六甲山系で起きる様々な超常現象、それらもカタカムナ文字が引き起こすものではないかとも。その詳細については、以前にこのチャンネルで紹介したカタカムナ文明はおそらく存在しています、をご覧ください。話を元に戻し、日本の神代文字も鎌倉時代には朝廷の学者たちによって研究されており、一概にフェイクであるとは言えません。その証拠に、日本最古の書物日本書紀にも、これが書かれる以前に複数の書物があったと記述されており、漢字伝来以前にも、日本人は固有の文字体系があった、そのように推察できそうです。今回紹介するアヒル草文字もその一つ。東京都あきる野市にあるあきる神社。ここに保管されている古い木版に書かれた見たこともない文字。これがアヒル草文字です。この奇妙なアヒル草文字は、元は九州の対馬の阿比留家に伝わる神代文字と言われています。また伊勢神宮の神宮文庫には、飛鳥時代に書かれた奉納文が保管されており、アヒル文字で書かれた奉納文が57点見つかっています。そして驚くべきことに、奉納文を伊勢神宮に収めたのは、舎人親王、藤原の不比と、源頼朝といった有名人。どうやら日本の神は外来語をお嫌いなので、彼らは日本固有のアヒル文字を使った、そう考えられています。このアヒル文字、実は対馬の阿比留家からだけでなく、大分県の国東半島にある岩倉ペトログラフや、現存する最古の神社と言われる熊本県上益城郡の平立神社境内の地中から発見された御神体の鏡にもアヒル文字が使われており、少なくとも古代九州において普通に用いられていた文字ではないかと思われます。これら考古学的な発見に対し、アカデミズムのアヒル草文字の見解とはフェイクに過ぎないというネガティブなもの。しかしこれはおかしな話です。九州一円で見つかった様々なアヒル草文字が書かれた遺物がフェイクだとしたら、九州人たちは何のために贋作を作ったのでしょうか。動機が不明です。また秋田に住んでいたとされる末路わぬ民の唐族もアヒル草文字を使っていたとされています。今も秋田に残る唐松神社や唐福山、これらの名前に使われる文字は唐と読むことから、この地域は唐族が住んでいたと言われています。九州から遠く離れた東北の秋田に住む人々もアヒル草文字を使っていた事実は、漢字伝来以前に日本固有の文字が全国で普通に使われていた証拠ではないでしょうか。しかし、ここで一つの疑問が生まれます。先ほど秋田の少数民族の唐族がアヒル草文字を使用していたと紹介しましたが、彼らが住んでいたとされる地名に使われる唐の文字からして、
彼らは大陸から渡ってきた人間ではないか。もしそうなら、アヒル草文字は日本固有の文字とは言えないのではないか、という疑問です。また、カラ族については、古代インドに住んでいたアーリア系の一部族、クル族を指すという見解もあります。ひょっとしたらアヒル草文字も外国から来た文字かもしれない。そんな疑惑を払拭してくれる人物を次に紹介します。アヒル草文字は日本固有の文字だと断言した平田篤胤。戦前から戦後にかけて国民的作家と呼ばれた吉川英治。彼のショートエッセイに豆腐伝というものがあります。内容は吉川氏が三国志や新水古伝などを執筆するにあたり、今まで日本固有のものだと信じてきたものが、実は中国由来のものだと知り、とても悔しく思った。そこで普段食べている豆腐くらいは日本発祥のものだと思い、調べてみると、豆腐も中国から来たものだと知りがっかりした、というもの。戦前戦中にかけ、国民の戦意高揚に一役買った死の神中をどのように解釈するべきでしょうか。今から紹介する平田篤胤もまた、吉川氏と同じ気持ちだったのかもしれません。平田篤胤とは、江戸時代後期の国学者であり、神道家であり、思想家でもあった人物。1776年に出羽の国、現在の秋田県秋田市に生まれ、幕末の動乱を見ることなく、1843年に亡くなっています。復古神道の大家として知られ、要するに古神道の祖と言えます。彼の人生は非常にドラマチックで、20歳になって故郷の秋田を出るまでの自責は全く不明。様々な職を転々としながら、駿河沼津藩士の娘の織瀬と相思相愛になり、身分の垣根を越えて26歳の時に結婚。大恋愛の末結ばれた二人でしたが、11年後に織瀬が亡くなり、ショックを受けた彼は研究を続けていた国学とスピリチュアリズムを融合したのです。動機は亡くなった最愛の妻とあの世で再会するため。そのため篤胤は師匠である元織宣長の教えに逆らい、国学の中に仏教や儒教、インド学やなんとキリスト教の教えまで取り込んだのです。また輪廻転生や天狗の憑依現象など、心霊研究にも熱心に取り組みました。そんな彼は、鎌倉時代の日本書紀の注釈書、釈日本義に書かれた、現在は散逸した書物に書かれていたのはアヒル草文字だ、と神奈ひふみの伝えで断言。アヒル草文字で書かれた古代日本の歴史を漢字で書いたのが日本書紀だというのです。日本だけでなく、中国や西洋の学問にまで通じていた篤胤がそのように断言するのは、何らかの証拠があってのことでしょう。ではその証拠とは何か、残念ながら彼は提示していません。しかし推測はできます。そこで彼がアヒル草文字は日本固有の文字だという真実をどのように知ったのか考えてみたいと思います。アヒル草文字は北上の国で用いられた文字だった。アヒル草文字は日本固有の文字だったという篤胤の説。その説の根拠は彼の生まれにあったのではないでしょうか。篤胤の幼少期は非常に不幸だった。そのように伝わっています。彼の手紙には、自分は両親に育てられず、コツコツ貯めたお金で秋田から江戸に出てきたと書かれており、現在のネグレクトだったと考えられています。まともな福祉理念もなかった江戸時代、ひどい話ですが、おそらく彼のような子供は村から爪弾きにされていた、そのように思います。村の同年代の子供たちの仲間に入れてもらえなかった篤胤は、一人誰もいない山や森の中で一日中いたことでしょう。そして出会ったのが山人たち。彼らもまた、村のコミュニティから迫害や差別を受け孤立していた集団。彼らと仲良くなった篤胤は、山人たちの祖とされる少数民族の話を聞かされたことでしょう。そして彼らが使っていた独自のアヒル草文字も目にしたかもしれません。これは一体何だ？不思議に思った篤胤は、いつかこれを調べようと江戸に出てきて学問を始めました。
しかし興味は西洋の医学や地理、天文学に移り、アヒル草文字のことをすっかり忘れていたのですが、最愛の妻であるオリセに勧められて始めた国学を研究するうち、アヒル草文字のことを思い出しました。彼も唐族が住んでいた唐松神社や唐福山の名前についた唐の文字に注目。アヒル草文字は渡来人の文字かと調べましたが、漢字やハングルとはどうも異なると感じたのでしょう。そこでインド学や禁教とされたキリスト教にまで手を出し、その起源を求めたのですがわかりません。師匠の元居宣長が禁じたにもかかわらず、外国の学問を国学に取り込んだのは、亡くなった最愛の妻に会いたいというスピリチュアルな思惑だけでなく、アヒル草文字の起源を知りたい、そんな気持ちもあったと思います。そして出た結論が、アヒル草文字は日本固有の文字だった、というもの。ところで、アヒル草文字は唐族が用いていたと紹介しましたが、末路はぬ少数民族だけが用いていたのでしょうか。厚種は明言していませんが、末路はぬ民だけが使っていた。彼はそのように考えていたのではないかと思います。その理由は、彼の故郷である出羽の国に北上の国が存在したという伝説があるからです。北上の国については、以前にこのチャンネルの動画、歴史がすべて覆る古代文明、日本文明の証拠が発見されました。で詳しく紹介しましたが、北上の国の所在は関東から東北地方のどこかにあったという説が根強く、大和王権に迫害された縄文人たちの古代文明だったと言われています。おそらく厚種も同意見で、唐族とは縄文人たちの末裔で、アヒル草文字は縄文文字だったと考えたのでしょう。だからこそ神代文字である。厚種はそう断言しました。しかし、北上の国については、過去動画でこのような意見も紹介しました。シュメール人と縄文人たちが融合してできたのが、北上の国だった。もしこの意見が正しければ、古代縄文人たちが使っていた現アヒル草文字と、シュメール人の文字が融合したのが、アヒル草文字の正体かもしれません。そんな仮説を裏付けるのが、最後に紹介するある都市伝説です。アヒル草文字は世界に散らばるすべての文字の祖だった。日本から遠く離れたブラジルで発見されたペドラ・ピンタダ巨石。そこに刻まれた謎の文字を解読するため、アヒル草文字を用いたところ、このように解読できたそうです。イサクとヨセフに船を下ろせる神を見よ。イサク・ヨセフと共にこれを手厚く守れ。なんとも奇妙な一文ですが、何やら人類創生の謎が秘められていそうです。もしこれが事実なら、かつての人類はただ一つの言葉だけを用いていたという旧約聖書に記されたバベルの塔の逸話は事実だった、そのように言えそうです。そして旧約聖書のモチーフとなったのは、シュメール文明に伝わるシュメール神話。アヒル草文字が縄文人とシュメール人の合作だとしたら、アヒル草文字は人類がかつて有していた文字体系を今に伝えるものなのかもしれません。そしてこれが真実かもしれないと裏付けるのが、こんな都市伝説。ロスチャイルド家がアヒル草文字に異様な関心を持ち、アヒル草文字のソフトを全部欧米の研究者が根こそぎ買い取った。なぜそんなことをしたのか。それはアヒル草文字は宇宙エネルギーの様々な波動を視覚化したもので、宇宙エネルギーをロスチャイルド家が独占したかったため、と言われます。文字には不思議なパワーが秘められていると古代の人々は信じていた。そのように紹介しましたが、もしかするとアヒル草文字にもそんなパワーがあるのかもしれない。だからこそ、今もご神体に刻み、人々は崇敬の念を持っているのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。今回はアヒル草文字に隠された真実について考察してみました。皆さんこんにちは、まなみです。危機神話にも出てこない謎の神、アラハバキが国際色豊かな港町、神戸に鎮座しているといえば驚かれるでしょう。今回はそんなミステリーをご紹介します。危機神話に存在しない謎の神、アラハバキ。アラハバキという神は、
一体どのような神なのでしょうか。簡単にご紹介します。古事記や日本書紀、不動記にも存在せず、主に関東や東北地方の神社でひっそり祀られており、西日本、特に関西では祀られてはいません。漢字で書くと、荒々しいの荒いに、着物が邪魔にならないようにするため、すねにつけた羽ばきという着衣の字を当てています。このことから足の神とされ、旅行の神になり、ひいては下半身の守護神となりました。また、すねという字から、神武天皇を率いる大和朝廷に抗った長すね彦というリーダーのことではないかとも言われています。山で修行する山伏たちの足には脚絆が巻きつけられており、羽ばきの神である荒羽ばきは修験道の神としても重視されます。一方、古紙古伝の津軽外三宮氏においては、縄文の神、もしくは恵美氏の神だったとされています。宮城県の多賀城近くにある荒羽ばき神社では、ハサミが奉納されており、この地が砂金や砂鉄の産出地であることから、製鉄民族の神という説もあります。さらに、多賀城は奈良、平安朝時代には異民族とされた恵美氏たちに対する前線基地でもあったことから、祭の神、つまり村の境に置かれた外敵の侵入を防ぐ神という人もいます。日本の古い言葉では、蛇のことを母と言い、母木とは蛇の木、もしくは竜の木であり、蛇神、または竜神という研究者もいます。この説によると、荒とは現れるの意味になり、樹木となって現れた蛇神や竜神を指すのだと解釈します。このほか、伊勢神宮には母木神が内宮の東南、すなわち辰巳の方角に祀られており、蛇や竜を神として祀った証拠であるとも言います。変わったところでは下半身の神であるため、荒羽ばきを男性器の姿で祀るケースもあるとか。以上、ざっと見ただけでもバラバラで、一体全体何の神様かわからない荒羽ばき。これらを何とかして統一しようと試みたのが、民族学の大家だった折口忍博士です。荒羽ばきに関し、各地にマラオド大名人などと小さな社を荒羽ばきと称し、神名、由来は不明、と著書に書いたのは、折口博士の師匠であり、論的であった柳田邦夫博士でした。これに対し、荒羽ばきを外からやってきた神として、マロード神と考えるべきではないと真っ向から反論したのが折口博士。むしろ荒羽ばきこそが元々の土地の神であり、新しく来た神に本殿を譲ったのだと思うと折口博士は主張したのです。折口博士は、危機神話に荒羽ばきの記述がないのは、それらが天孫降臨側から書かれており、荒羽ばきこそが土着の神、縄文の神だと考えたのでしょう。つまり、日本の先住民族が祀っていた荒羽ばき神社を大和朝廷が乗っ取ったというわけです。しかし、どうして荒羽ばきを外来の神を表すマロード神としてひっそりと祀ったのでしょうか。また、マロード神というからには、文字通り外来の神、すなわち外国からやってきたとは考えられないでしょうか。次にご紹介するのは、荒羽ばきとは外国からやってきた神であるという説です。荒羽ばきはシュメールから来た鉄を作る蛇の民だった。荒羽ばきは西日本では祀られていないと言いましたが、実は大元尊神という形で呼ばれているという人がいます。大元尊神とは古代インドのアーラバカヤクシャというラッキーアセツのことで、仏教に取り入れられ、アタバクダイヤシャという名王に変化したそうです。このアーラバカヤクシャを崇めていたのは南インドに住んでいたグループで、元はアラビア半島出身だったそうです。そしてこのグループのことをアラハバキと呼んだそうです。アラハバキをアラビア語にするとアラーバーキーとなり、意味は神の部族になります。このグループは当初カイロを伝って縄文時代に渡来し、その後、危機神話成立時にインドを経由して再び渡来したのではないかとされます。インド経由の際に荒羽ばきが大元尊神になったと考えるのです。しかし、この説の難点は、
大元尊神を祀った神社が西日本にはなく、むしろ北海道の小樽に本社があり、そもそも前提がおかしいと思います。またこの神社の由来書きには、荒葉巻は北の縄文人が祀っていた神様だとしており、アラビア半島由来説には無理があるようです。これに対し NHK 大河ドラマの原作小説でも有名な高橋克彦氏は、著書龍の棺において、母は蛇の子語であり、アラは鉄砕を表すから、アラハバキとは鉄を作る蛇の民を表すと言い、外国からの神をエビス神というが、ヒルコとも言い、ヒルコはスクナヒコと兄弟であり同じ種族の神であるとして、外国からの神であると指摘。また高橋氏は祭の神を竜神ではないかと仮説を立てており、後からやってきた天孫族が目牛を祀っていたのに対し、原住民は竜神を地主の神として祀っていたのではないかと考えます。そして荒葉木が竜神だったとして、その起源はシュメールで祀られていたオアネス神ではないかという説を唱えたのです。オアネスとは相当の神で、上の頭は魚、下の頭は人間で、ペルシア湾から日中に上陸してはシュメール人に言葉を教え、夜になると海へ帰っていったといいます。オアネスにより知識や科学技術を与えられたシュメール人は文明社会を築き、後世オアネスを文明の教師と呼びました。高橋氏の考えは、柳田博士や折口博士、全国各地で祀られている荒葉巻の伝承を包括しており、しかも外国からやってきた神であることまで含んでおり、説得力のある仮説だと言えそうです。しかしこの説によっても解けない疑問が2つあります。最後にご紹介するのは、荒葉巻は外国の神と日本の精神信仰が混じり合って生まれた混合神であるという仮説です。国際色豊かな神戸で祀られる精神荒葉巻、外国人が多く住む町として有名な兵庫県神戸市、その中心的な繁華街である三宮に鎮座する生田神社は、大物女優が神前結婚式を挙げたことで話題になりました。生田神社の創建は799年とされますが、元は別の場所にあったそうです。201年、神宮皇后が三冠より帰る際、神戸港沖で船が進まなくなり、占ったところ、若昼姫の御事が生田にいたいと申されたので、祀ったのがきっかけでした。生田神社の元の場所というのは、布引の滝だったそうです。布引の滝とは、JR 新神戸駅という新幹線の発着駅から徒歩10分ほどの山の中にある滝で、日光華厳の滝、和歌山の那智の滝に並ぶ日本三大光滝とされています。円の尾詰という修験道の開祖が修行場としたことでも有名で、兵庫県有数のパワースポットでもあり、とても不思議な場所です。しかも布引の滝の滝壺は竜宮城につながっていると言われています。この布引あたりの風習で、産気づいた女性のお腹をほうきでさすり安産祈願をするというものがあると民族学者の吉野博子女子は述べています。このほうきは子供が安産で生まれると三宝皇神様のほうきとして祀るそうで、女子は荒葉巻は西日本では三宝皇神に変化したのではないかと指摘します。三宝皇神とは火災除けや台所の神として祀られ、西日本ではメジャーな神様です。仏教で祀られる神ですが、インドには存在せず、日本特有の神であり、円の尾詰が監督したという由来不明の不思議な神です。仏像の姿は密教の憤怒の明王像をモチーフにしているのですが、お経の中では天女や女性だとされており、この点もまた不思議です。また島根県の神社の宮司によると、皇神様のことを昔は荒葉巻と呼んでいたという口伝も伝わっているそうです。だとすれば、吉野女子の指摘した荒葉巻は西日本では三宝皇神に変化して祀られているという指摘は正しいように思えます。しかし荒葉巻も三宝皇神も謎の神であり、
正体は判明しません。そこで荒はばきとは、縄文時代の精神信仰と外来の神が混ざってできた日本固有の神ではないかという仮説を立ててみます。仮説のヒントは生田神社や布引の滝にも近い神戸市中央区の諏訪山にある神戸諏訪神社で見つかりました。その名の通り、長野県にある諏訪大社と同じく竹見中田と姫の神を祀る神社ですが、正体は諏訪湖に住む龍神とも言われます。創建は5世紀頃で、源義経も武運を祈ったと言われるほど古いのですが、1778年に突如として御神託により伏見稲荷も防止されたそうです。諏訪大社といえば国つかみであり土着の神の代表であるのに対し、伏見稲荷大社は渡来人の旗氏の氏神で相反する存在といえます。ただ一致する点といえば、伏見稲荷で祀られていたのは元は蛇神であり、諏訪神社が祀る龍神と似通っているくらいでしょうか。そのため現在の神戸諏訪神社の境内には、伏見稲荷の塚信仰のような来歴不明の多くの神々が祀られており、京都の伏見稲荷大社のミニバージョンのような形になっています。しかも氏子の8割が神戸に住む華僑の人々であり、本殿前に香炉が置かれ、神社なのに中国の道教寺院のような趣なのです。そして日本で唯一輪廻が公然と祀られている神社でもあるのです。輪廻とは男性器を模したもので、ヒンドゥー教のシバ神のシンボルとされたもの。要するに性を神とする信仰のことで、明治以前には普遍的な信仰だったのが歪雑とされて姿を消していったのです。生殖や子孫繁栄、五穀豊穣を祈願し、神戸諏訪神社に祀られるそれは輪廻龍神と呼ばれています。そして神戸諏訪神社の姿は、高橋氏の言う荒はばきとは製鉄技術を持った蛇の民を意味するという考えにピタリと重なると思うのです。製鉄技術も有していた旗氏の氏神は伏見稲荷で蛇を祀っていました。もちろん荒はばきが伏見稲荷だとか旗氏の祖先神だというのではありません。荒はばき信仰は神戸諏訪神社に祀られている輪廻信仰として生きているのだと考えます。そもそも伏見稲荷には輪廻信仰はなく、むしろ古い縄文時代に男性器を模した石棒を崇める信仰があったことから、荒はばきと伏見稲荷は同一とは言えません。そして高橋氏が黙殺した荒はばきを男性器の姿で祀ったという伝承を神戸諏訪神社の輪廻龍神に重ねてみれば、荒はばき信仰そのもののように見えるのです。なぜなら国つかみを祀る諏訪大社と渡来系の稲荷社を一緒に祀る点で、縄文時代の精神信仰とシュメールから来た外来神の混合とが重なり合うからです。さらに神戸諏訪神社では祭神はあくまで竹見中田などの諏訪信仰であり、稲荷社や輪廻信仰は麻呂戸神として扱われている点も荒はばきに酷似しています。そこで高橋氏の説を補完するため、荒はばきはシュメールに起源がある製鉄技術を持った蛇の民の神であると同時に、縄文時代の精神信仰と混合した日本特有の神だと思うのです。なぜなら製鉄技術を持った蛇の民が渡来しても、原住民といつしか混ざり合い、荒はばきもシュメールの神と日本の精神信仰が混ざり合った日本固有の神だと考えるのが自然だからです。それはまるで中国のカンフーが沖縄で日本武術と混じり合って空手ができたのによく似ています。日本古来崇められてきた素朴な精神信仰も様々な原因によって隅に追いやられたのでしょう。西日本では三方荒神と名前を変え、日本固有の修験道の神として崇められてきたのはその一例だと思われます。東日本では元にいた本殿から追いやられながらも神社の片隅でひっそりと崇められたのは政治的な要因からかもしれません。時には名前を変え、神社の片隅に追いやられながらも、それでも人々の心の奥底からは消えずに現代まで生き残った荒はばき信仰。
そんな荒葉木は今も神戸の景色を一望できる神戸諏訪神社の境内で祀られているのではないかと仮説を立ててみました。神戸諏訪神社に祀られている林賀龍神の正体は荒葉木のように思えるのですが、皆さんはどのように思われますか？いかがでしたでしょうか？今回は荒葉木という謎の神の正体についてのお話でした。皆さんこんにちは、まなみです。古代日本の神話書である発末伝え、その正確な起源が不明なため偽書とされていながらも、その内容から日本神話の重要な史実であると信じる研究者が多くいるのも事実です。発末伝えに記される広範な内容には、古代文明の秘密を紐解く鍵が隠されているのではと根強い支持者の憶測は広がっています。その記述から読み解かれる印とは一体どのようなものでしょうか？動画の最後には、人の生命に隠された驚きの真実に迫る内容に行き着きます。どうぞ最後までご視聴ください。古代日本の歴史書といえば古事記、日本書紀で、これらは中国から伝来した漢字で書かれており、それ以前には日本には文字がなかったというのが定説となっています。偽書とされる発末伝えは、押して文字という信頼文字を使って書かれた叙事詩で、その詳細な内容から古事記、日本書紀の原書であると信じる研究者もいます。発末伝えは1966年、昭和41年8月、東京神田の古書店にて一部の写本が発見されました。なんともドラマチックな展開です。発見者は出版社自由国民社の編集長で古代史研究者でもあった松本吉之助氏でした。松本吉之助氏はその後、1967年には四国宇和島の旧家小笠原家分家にて、発末伝え17あやから40あや、太間に全巻と全40あやを相次いで発見し、発末伝えと押して文献の研究者として知られている人物です。発末伝えにはアマテラスの自責についても実在した人物のものとして書かれていることから、紀元前5000年頃、縄文時代からの日本の歴史が記録されていると言われています。しかし発見されたものは江戸時代後期の写本であり、原本が見つかっていないことから偽書であるとされているのです。発末伝えと古事記、日本書紀との違う点は、記記は漢文で書かれているのに対し、発末伝えは押して文字で書かれていることにあります。記されている内容は時系列と合わせて同じものです。古代から高度な文化水準を持った日本が漢字伝来以前に独自の文字を持っていなかったとするのに疑問視する研究者は多くいます。そのような憶測は都市伝説でもよく語られるものです。信頼文字の存在。古代日本に漢字が伝わる前に使われていたとされる信頼文字は、江戸時代からその真贋について議論されてきたのですが、現代に至っても確証が得られていないとされています。信頼文字には18種類の文字があるとされ、押して文字、穴市、カタカムナ文字、三花文字、豊国文字らがそれですが、発末伝えに使用されている文字は押して文字で、この文字で書かれたものを押して文献と言います。その文献は3つあり、それらを発末伝え、三笠文、核の御旗と言い、日本に存在した固有の文字で記されたこれらの文献は、西暦130年頃に書かれたと思われ、その記述から、当時の哲学、宇宙観を表している貴重な文書であるとされています。信頼文字は世界各地の古代遺跡やペトログリフに記されている絵文字とも共通点が見られることや、それと酷似する信頼文字が書かれたペトログリフが近年日本各地からもたくさん発見されたことで、それらの年代を測定した結果、縄文時代、また世界最古のものである可能性があるとし、ペトログリフ研究界隈では、日本がシュメール文明の発祥ではないかと、世界中の学会が注目する内容となっています。発末伝えの掲示。発末伝えは、五七帳の帳下体で記される文献で、押して文字、
約11万字全40章からなる内容は多岐にわたり記述されています。そこには紀元前5000年頃縄文時代からの日本の歴史が記録されており、縄文時代から受け継がれている日本人の思考までも理解できるものであると研究者は語ります。その内容を一覧すると、天地開闢の神話に始まり、初代天皇から景行天皇までの時代の物語、当時のしきたり、阿波の歌の成立経緯、縄文哲学、宇宙と人との関係、歴代天皇たちの実名、押して文字の成立経緯と後半にわたる記述には、興味をそそる見出しが満載です。古代人はどのように物事を捉え、考えを発展させていったのでしょうか。日本人のルーツから人類においての真実も読み解けるかもしれません。それでは、偽書と言われる発末伝えと記記の内容にはどのような違いがあるのでしょうか。違う点を取り上げてみます。記記では、天照大神は女神だとされていますが、発末伝えでは天照のことをアマテル神と呼ぶ女神としており、その妻は瀬織姫であるとの記述があります。そしてそれを祀る神社が存在しています。兵庫県辰野市の遺跡三神社には天照神と瀬織姫を夫婦として祀ってあり、瀬織姫は古事記日本書紀には登場しない神なのですが、ここで祀ってあることで乙松田への記述に真実味がうかがえます。他には日本の富士山についての記述です。古事記日本書紀には登場しない富士山、しかし発末伝えでは富士山は天照神が生まれた重要な場所であると記されています。このような違いについては古事記日本書紀が成立した時期に関係があるのではと憶測され、様々な説が語られます。その一つに、この頃の権力闘争に水の絵猿の乱があり、その後数十年で危機が成立していることから権力闘争が関係しているのではないかというものです。制作者や時代の都合のいい解釈で制作されたと考えられるのは否めません。また発末伝えには古代人の思想について輪廻転生が信じられている記述があります。人の生命の根源を魂と言いますが、発末伝えではアモトと言われる大宇宙の中心から玉が下ろされ、国玉と言われる地球から C、すなわち肉体が与えられました。玉は玉のを介して C と結ばれていると考えられていました。玉はアモトと言われる大宇宙から与えられたもので、他人を思いやる心、良心、また意識や記憶を表すもので、C は国玉から子孫を繁栄させるために与えられた肉体の欲求のことで、食欲、性欲、物欲、名誉欲などのことを表しているのだそうです。玉の音は心情、精魂、精神で玉と C を結ぶ働きをするもので、人が死する時には玉の音が解かれ、玉はアモト、すなわち大宇宙の中心へ帰り、 C は国玉と言われる地球へ戻るとされています。分け身玉とは、アモトから与えられた玉のことでありますが、生けるすべての人の持つ玉のことを表しており、アモトを通じて人はみんなつながっていると伝えられています。玉はアモト大宇宙の中心から下ろされ、人となって人生を終えると、またアモトへ帰るのだと考えられていました。そして玉は再び地球に下ろされ、人となることが望ましいとされ、玉は次なる人生を楽しむことができるのだと言います。しかし、自らの強欲を満たす行為や心がねじ曲がっていくと、玉と C、すなわち良心と欲求のバランスが崩れ、玉の尾が解けず獣に生まれ変わり、地底をさまようと伝えられています。まるで天国と地獄を表す内容です。このようなことを玉返しと言い、人は人生において善を尽くすべきであると説かれ、仏教に通じる内容が見て取れますが、これらの表現にはどこか優しい印象が感じられ、
生命の大切さを改めて感じることができます。このような境地の精神を古代の人々が信じていたとするならば、その思考から今と遜色のない社会が営まれていたように想像できます。天地創造の類似、骨末体の天地開闢の話と旧約聖書の天地創造の話はほとんど同じ内容が記されているといいます。骨末体の天地開闢の内容では、アモト神のエネルギーは陽と陰に分かれる。さらに、陽は空、風、火、陰は水、土に分かれる。水、土は地球を作る。陽の核は火となり、陰の核は月となる。アモト神は、トシトクタマメを生み、木、ツ、オ、サ、ネの五座の神を生む。空、風、火、水、土の5つが交わって地球に初めて人が生まれると記述されています。一方、旧約聖書の内容では、1日目、暗闇がある中、神は光を作り、昼と夜ができた。2日目、神は空を作った。3日目、神は大地を作り、海が生まれ、地に植物を生えさせた。4日目、神は太陽と月と星を作った。5日目、神は魚と鳥を作った。6日目、神は獣と家畜を作り、神に似せた人を作った。7日目、神は休んだ、とあり、骨末体には7日目に休んだという記述はありませんが、ほとんどの流れと内容は酷似していることが確認できます。この事実をどう考えるべきでしょうか。地球で初めに記された神の啓示の原本があり、それを写したものなのか。都市伝説では、骨末体の作成年代が紀元前5500年前の縄文時代だと仮定すれば、旧約聖書よりも先に存在していることとなり、キリスト教から不都合な真実であることから、偽書という烙印を押したのではないかと語られています。これにとどまらず、他の古史古伝や世界の古代文明伝承にも同じような類似は見られ、憶測は広がっていきます。三種の神器の力。骨末体には三種の神器についての記述もあります。それらは戸、矛、鏡と記され、天皇が国を治める時の品目としての役割が書かれています。戸は八坂にの勾玉を指し、神の教えを記すもので、宇宙からのエネルギーを受け民に尽くすことだとされています。矛は草薙の剣を指し、その意味は刑法や刑罰のようなものであり、神の教えである都に従わない者が現れ、どうしても国が治まらない事態を招いた時に剣を使用するのだとしています。骨末体によると、七代目天皇イザナギとイザナミの時代までは都、矛の2種で国を治めていたそうです。しかし、8代目のアマテル神の代になると、人口が増加したことも手伝い、国を揺るがす大乱が起こるようになりました。そこで、戸、矛の2種での国の統治は難しいと考え、新たに鏡を創設したと言われています。鏡、すなわち八田の鏡が表すものは、自らを映し出すものであることから、自分の姿を見て反省する心を芽生えさせるものだと言われ、人々がそれにより身を正すように悟すものだと語られています。こうして三種の神器が揃ったことで、国の基礎が出来上がったのだそうです。国を統治するための三種の神器の用途が具体的に記されると、神の真理を少し理解できるように感じます。言霊と生命の構造。骨末体には、阿波の歌という歌があります。この歌は48音で構成された五七調の歌であり、イザナギ、イザナミが国生みの際に歌った歌であるとされています。その内容は謎に包まれたもので、長きにわたり理解されていませんでした。この歌を歌うことにより、天から地へ、また地から天へ渦巻きが起こり、体内の循環が宇宙と同じになり、整うとされており、この歌を歌うことで、なぜか癒され、元気が出ると言われています。その不思議な効果から、スピリチュアルな分野でも注目されてきました。また、このことにもつながる要素なのか、
阿波の歌には DNA の構造を表す内容を含んでいるという驚くべき報告があります。多くの国生みを行った夫婦神は雨の御柱の周りを回って言葉を掛け合う行動をしたと綴られています。奇行ともいえるこの行動の様子は、雨の御柱をイザナミの御事が先に左回りで回り、その後イザナギの御事が右回りで回った、そして出会ったところで言葉を掛け合うのだといいます。このことがちぎりを交わす行為だとされ、そのことで生まれたのがヒルコと淡島でした。しかしそれはふにゃふにゃの出来損ないだったといいます。そして今度は雨の御柱を回る方向と順番、言葉のかけ方を逆にして行いました。そうすると多くの神々と国々が無事に誕生したという話が記されています。この記述の内容から男女23本ずつの染色体が結びついて46本の染色体を持つ新たな生命の誕生に至る秘密が言葉で表されているものだと解釈できるといいます。また正しい回転方向でないとDNA は成立せず、失敗に終わることもこの記述で表現されています。現代生命学は生命の本質、そして遺伝子は二重螺旋構造になっており、人の生命は46本の染色体を持ち、男女23本ずつの染色体が結びついて46本の染色体を形成し、新たな生命を誕生させているとされているのですが、阿波の歌はこの DNA 構造を言葉で表しているものであると報告されているのです。DNA の構造は1953年、ワトソンとクリックが解明してノーベル賞を受賞したことから考えると、まだ最近のことです。乙松隊に記される阿波の歌がそのことを意図して記しているのであれば、古代創造の神は、やはり地球外生命体であったとしても、荒唐無稽な話ではありません。天地創造から人類の DNA の構築と誕生、そして人の思想、政策、それらの英知は地球外生命体から授けられ、その伝承を人々が信頼文字を使い、後世に記したのだと考える方が納得がいくのです。乙松隊の秘めた内容を取り上げて考察してきました。押して文字11万字に及ぶ文献に記された古代ロマンは多くのミステリーを宿し、今後も目を離せないものとなっています。皆さんこんにちは、まなみです。世界四大文明に匹敵する文明が太古の日本に存在した。その名は縄文文明。今回は世界で最も高度だった縄文文明を紹介するとともに、その意外なルーツについても紹介。縄文文明の驚きのルーツについては動画の後半において紹介しますので、ぜひ最後までご視聴ください。世界四大文明に匹敵する縄文文明とは、人類史において文明が築かれたのはメソポタミア、エジプト、インダス、そして中国の4カ所だとされます。いわゆる世界四大文明です。いずれもチグリス、ユーフラテス川やナイル川、インダス川といった大河に大勢の人々が集まり、都市国家を築き上げたのが文明の始まりでした。そもそも文明という言葉は、英語ではシビライゼーションと言いますが、この言葉の語源は、ラテン語の市民を指すシビス、都市という意味のシビタスに由来します。つまり、市民により構成される都市国家の存在が文明には欠かせず、市民を養うだけの食料生産量を賄える大河の存在が文明の発祥には欠かせなかったわけです。他方で、文明によく似た言葉に文化というものがありますが、こちらは英語ではカルチャーといい、語源はラテン語の耕すを意味するコレールに由来するそうです。そして文明と文化の違いについては非常に感覚的になりますが、このように考えてみます。文明は科学的、技術的な要素が強く、文化は精神的な要素が強いと。ところで、
本動画のタイトルにある縄文文明という言葉ですが、実際にはそのような言葉は存在しません。普通は縄文時代と呼びます。なぜなら、日本列島には多数の人々を養えるだけの食料生産量を賄えず、都市国家が存在した形跡はない。そのように考えられているから。先ほど述べた文明の要素がないので、縄文文明とは呼ばないのです。しかし、縄文時代に栄えた縄文文化という言葉は存在します。なぜなら、文化という言葉には精神的な響きがあり、都市国家を持たない縄文時代の人々にも、当然、精神的な営みは存在していたからです。ここまでをまとめると、縄文時代には縄文文化はあったが、縄文文明はなかったというのが定説だと言えるでしょう。しかし近年、縄文時代の三内丸山遺跡の調査結果から、世界四大文明に匹敵する縄文文明論が現れました。その論者はこのように主張します。世界四大文明は火を用いた生活を送る文明を有していたが、年代はせいぜい1万年前に遡れる程度。しかし、1万5000年前に存在していた縄文時代には、世界最古の縄文土器が作られ、世界のどこよりも早く土器が製造されている。土器の登場により、人々は火を用いた調理が可能となり、人類史に初めて料理が生まれた。だとすれば、世界四大文明よりも5000年も古い縄文時代の文明社会は、まさしく世界最古と言えるだろう。確かに、この論者の言うように、縄文時代には科学技術の片鱗が見られます。その科学技術とは土器のこと。そもそも日本最古の土器は青森県の大台山本遺跡から出土した1万6500年前のものとされます。この土器は現在では世界最古級の土器だと言われます。世界最古級という控えめな表現は中国の江西省の遺跡で見つかった土器の破片は2万年前のものが存在するためです。とはいえ日本と異なり大量に出土していないことから、土器文明と言えるだけの証拠は、日本でのみ発見されたと言って過言はないでしょう。そして、土器というものは、現代でも通用するハイテク技術です。例えば、現代最先端のハイテク技術といえば宇宙船ですが、その耐熱性、耐放射線性、断熱性、軽量性の点で、研究が進んだセラミックスが採用されています。要するに、土器というものは人類が初めて化学変化という化学技術を応用した発明であり、現代でも通用するセラミックスに連なるわけです。また文明とは、多くの人を養うだけの食料生産量が必要だと述べましたが、縄文時代にはなんと、牡蠣の養殖が行われていました。1996年に東京都北区にある縄文時代中期の中里貝塚で大量の牡蠣やハマグリの貝殻が発見されました。調査の結果分かったのが、この地に牡蠣を養殖するための養殖池が存在したそうです。この発見は世界史の定説を覆すものでした。従来、牡蠣の養殖は紀元前のローマに始まり、日本では室町時代の末期である1500年代に行われ始めたとされてきましたが、中里貝塚で発見された牡蠣の養殖池は、牡蠣の養殖の歴史を大きく塗り替えるだけでなく、縄文時代の人々は養殖というバイオテクノロジー技術を手にしていたといえます。そして養殖により食料生産量の問題も解決でき、何らかの都市国家が縄文時代に存在していた可能性があります。次に縄文文明が存在した証拠といえる都市国家について紹介します。縄文文明が世界の翡翠文化の発祥地だった？
世界四大文明の一つに中国の黄河文明がありますが、そのルーツについて再考を迫る発掘が2020年にありました。中国北西部内モンゴル自治区にあるオルドス砂漠で見つかったシーマオ遺跡、高台にあるピラミッドやその周囲を取り囲む全長10キロに及ぶ城壁、この巨大な要塞都市で見つかった壁画や調度品の数々は青銅器時代の中国のものによく似ていたと研究者は語ります。放射性炭素による年代測定の結果、中国最古の王朝である殷よりも500年以上古いことも分かりました。中国考古学の道しるべとなってきたのは様々な古文書ですが、そのどこにもシーマオ遺跡の記述はありません。まるで中華文明の祖である殷よりも古い文明の存在があったことを意図的に黙殺したかのようです。そして何より驚くべき発見は、シーマオ遺跡から見つかった大量の翡翠。翡翠はここ陝西省北部では産出されず、どこかからシーマオ遺跡に運び込まれたのは確かです。翡翠という宝石は中国を中心とする東アジアと中南米では金以上に珍重され、縄文時代の日本でも翡翠文明が栄えていたと言われます。特に新潟県の糸魚川あたりは翡翠の産出で栄え、この地を中心に南は九州北部、北は北海道まで翡翠の交易路が確立されていました。一説には同時代のエジプトやメソポタミア文明に匹敵するほど盛んだったとも。後に東アジアの翡翠を重視する文化は中央アジアからやってきた黄金文化にとって代わられるのですが、それまでは翡翠文化がメインでした。この翡翠を重視する文化はどこからやってきたのでしょうか。中国の黄河文明から日本列島にもたらされたというよりも、先ほどのシーマオ遺跡と絡めて考えると、日本列島から中国にもたらされた、そのように考えられないでしょうか。つまり黄河文明よりも先進的な文明社会を営んでいた縄文文明の担い手が中国に渡り、ひたすら西へ西へと進んでいった。その証拠となるのがシーマオ遺跡であり、そこで見つかった大量の翡翠。この推測が正しければ、縄文人たちは日本列島以外の地に自分たちの植民都市国家を形成していたことになります。シーマオ遺跡が縄文人の植民都市国家ならば、文明には欠かせない都市国家が縄文文明には存在したと言えるでしょう。このシーマオ遺跡以外にも縄文文明の都市国家が存在した可能性があります。このチャンネルで紹介した動画、世界史の古代遺跡に日本の痕跡が存在している、 99% の人類が知らない日本にまつわる謎と絶対に触れてはいけない世界史の真実、その動画の内容は、中南米のプレインカ文明の源流となったモチェ文明は縄文人が作ったものだったという驚くべきもの、またインカ帝国皇帝の子孫が語る先祖代々の言い伝えには、今から6300年前、奇界赤穂や火山灰と呼ばれる大災害により日本列島に住めなくなった縄文人たちが南米ペルーにやってきたとあるそうです。詳細は動画をご覧になっていただくとして、世界四大文明に匹敵する縄文文明が存在し、それが天災により消滅し、世界各地に避難して植民都市国家を築いた、そんな想像もできます。中国や中南米に残る翡翠文化は縄文人たちの翡翠文明の名残だったのかもしれません。このように独自の高度な科学技術や知識を用い文明社会を築いていった縄文人たちは、誰から文明社会というアイデアを学んだのでしょうか。最後に縄文文明の意外なルーツについて考察してみたいと思います。縄文文明と古代宇宙飛行施設。
縄文時代といえば、縄文土器と並んで代表的なのが土偶です。紀元前7000年頃に作られた奇妙なフォルムの人形、土偶。特に遮光器土偶については、宇宙人の姿を模したもの。そんな都市伝説がかねてから囁かれます。縄文人たちは宇宙服を着た地球外生命体を目撃し、彼らから文明社会の礎を学び、彼らの姿を模して作ったのが遮光器土偶だった。ありえない話ではないと思います。実はこの考えの歴史は相当に古く、今から62年前の1961年8月、来日したアメリカ人 UFO 研究家のジョージ・ウィリアムスンがその最初だったとされます。彼は日本の様々な遺跡、北海道の余市にあるフゴッペ洞窟と小樽の手宮洞窟、オショロストーンサークルを訪問。これら縄文時代の各遺跡を訪ねたことで、古代社会における宇宙人との接触を確信するに至りました。そしてジョージ率いる宇宙友好協会のメンバーは、1962年に機関誌にこんな説を発表しました。遮光器土偶は宇宙服を着ている。その報告はまず、サハラ砂漠にあるタッシリナジェールのセフィール、顔面画に描かれた丸いヘルメットをかぶった人の絵を紹介。旧ソ連の SF 作家のアレクサンドル・カザンツェフは、この絵を見て、数千年前に地球に来訪した宇宙人の姿だという意見を述べ、遮光器土偶との類似性を指摘し、また NASA の報告書に基づいたある研究家のこれこそ完璧な宇宙服だという発言も紹介。縄文人の作り上げた縄文文明の教師は地球外生命体だった可能性が取り上げられたのです。荒唐無稽と言ってもいいこの考えは次第に消えていったのですが、その理由は日本史の根底に流れる歴史観を否定するといった理由からでした。宇宙友好協会は縄文人たちがエイリアンと接触を持ち、縄文文明を築き上げたという仮説から、大和王権が縄文文明を滅ぼし、日本の支配権を奪い取ったという主張をし始めました。彼らによると、天皇を中心とした大和王権以前に存在した縄文文明。彼らはそれを古代太陽王国と呼びますが、その古代太陽王国こそが真の日本の統治者であり、エイリアンと結託した縄文人を追い出したのが天孫降臨だったと、ラディカルな主義主張に変わったのです。この宇宙友好協会が発したラディカルな声明が、地球外生命体に由来する縄文文明の研究にとって障害となったのですが、そういった主義主張を抜きにして考えれば、縄文文明の存在は十分あり得ることではないでしょうか。また、神々の指紋などのベストセラー作家でもあるグラハム・ハンコックはこのように述べています。1万2000年以上前に超古代文明が存在した。その文明は世界四大文明より古いものだ。なぜ彼がそのように考えるのか。その理由はちょうどその時期に地球環境が大激変したからだとされます。そして縄文文明が誕生した時期としては諸説あるも、だいたい1万3000年前だと言われます。ハンコックが推測する時期と縄文文明誕生時期の奇妙な一致。この点で縄文文明は世界四大文明以前の文明であり、人類が築いた最古の文明といえます。人類最古の文明が縄文文明といえるなら、現代の最先端技術にも使われるセラミック、すなわちその源流である土器の製造は誰から学んだのでしょうか。人類初の科学技術と言ってもいい土器の製造。これにより人類は火を用いた調理を学び、厳しい自然環境で生き延びる手段を手に入れました。地球という未開の星で人類が生き延びれるよう、その創造者である地球外生命体が授けてくれたのが土器を製造する知識だったのかもしれません。
そうだとすると、世界最古の縄文文明は世界で最も高度であり、そのルーツは地球外生命体の手により授けられた。そんな風に思えます。もちろん、宇宙人という高等無形な考えは脇に置くとしても、私たちの先祖が創意工夫した土器文明をもう一度見直す必要があるのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。今回は世界で最も高度だった縄文文明につき紹介しました。皆さんこんにちは、まなみです。世界各地に存在する謎の巨石遺物の数々、日本にも建造理由や用途が一切不明とされる巨石遺物が存在します。今回はそんな謎の巨石遺物、奈良県橿原市の増田の岩船の正体を考察します。動画の後半において、日本の政治を裏から操ったある一族と増田の岩船との意外な関係も紹介。今回もぜひ最後までお楽しみください。世界的にも極めて珍しい UFO 研究の権威も驚いた増田の岩船。奈良県橿原市にある橿原ニュータウンというベッドタウンのすぐそばに増田の岩船という謎の巨石遺物は存在します。花崗岩を掘って作られた遺物。大きさは東西11メートル、南北8メートル、高さは 4.7 メートルと巨大な造り。その巨石の内側には縦横 1.6 メートル、深さ 1.3 メートルの正方形が2つ掘られており、その精巧さは驚嘆の一言。また、巨石の側面には網目のような格子状のデザインが刻まれており、幾何学的なデザインは古代の人が作ったとは思えないほどです。しかし、これらの切り込みは巨石の側面の一部にしか刻まれていないため、増田の岩船は製造過程の途中で未完成の作品ではないかという説が有力です。ところで、増田の岩船は何のために作られたのか。冒頭で紹介したように一切不明です。それどころか、増田の岩船は何をモチーフとしているのかさえ不明というありさま。岩船と呼ばれる以上、古代の船をモチーフにして作られたアートではないか。そう考える人もいます。その根拠は岩の側面に彫られた格子状の模様。古代ギリシアのトライリムという戦艦の貝の小ギザが格子状のように見えることから、古代の日本人がトライリムをモチーフに岩船を作ったと想像するのです。確かに増田の岩船が作られたのは7世紀頃、古墳時代から飛鳥時代にかけてのこととされ、飛鳥時代には遠くペルシアの人たちも来日していたと言われます。だとすれば、彼らペルシア人たちから古代ギリシアのトライリムの様子を聞いて岩船を作った可能性はあります。他方でこんな意見も聞かれます。これは星占いのための天文台だったのではないか。この説はペルシア人の来日とともに天文学やそれに付随する星占いも日本に伝わり、増田の岩船は新しい外国の知識をもとに作られた天文台だったというのです。この説をさらに発展させたのがゾロアスター教で、祭壇とされる廃花台だったのではないかという説。ゾロアスター教とは古代のペルシアで創始された古代宗教で、開祖はゾロアスターというペルシア人。その思想は後世の多くの宗教にも影響を与え、人類史上初の世界宗教の祖と言われます。これらはいずれもペルシアに由来を求める考えですが、岩船は建造途中の古墳だったに過ぎないという見解も有力です。増田の岩船によく似た形の古墳がこの近くから見つかっていることから、古墳説も説得力があると思います。よりスピリチュアルな考えを持つ人はこのように述べます。増田の岩船を中心に、出雲大社、兵庫県高砂市の大志子神社の奇跡、石の宝殿、淡路島の伊佐奈神宮、伊勢の猿田彦神社を結ぶレイラインが浮かび上がる。この説を支持する人は、古代の人が全国の聖地を結ぶラインの中心に巨石を運び、増田の岩船というモニュメントを作ったと考えるのです。
しかし、この説の難点は、重さ800トン以上ある巨石をどのようにしてこの地に運んだのか。仮にこの地にあった自然石を加工したものだとしても、レイラインの中心の岩船がある地をどのようにピンポイントで探し出したのか不明な点です。日ユ同祖論を唱える人は、イスラエルのマサダ要塞を模したのがマスダの岩船だと考えます。この説の根拠は、マサダ要塞と岩船の形がよく似ており、マサダの当て字としてマスダと名付けたという点。この説では、マスダという名前の理由にはなりますが、やはり岩船と名付けられた点に疑問が残るようです。これらの説とは反対に、マスダの岩船は超古代文明の痕跡だったと考えるのが、世界的な UFO 研究の権威であるジョルジョ・ツォカロス氏。彼はマスダの岩船を実際に現地で見て、このような感想を述べました。世界でもこのような巨石は珍しく、僕の想像を超えるスケールで驚いた。続けて彼は、石の上部に掘られた2つの正方形と側面の格子状のデザインは、古代人が作ったにしてはあまりに精巧で、古代の日本人は石を溶かす未知のテクノロジーを持っていたのかもしれない、と古代日本の超古代文明の存在の可能性を指摘。そして、古代の人の岩で船を作ろうという奇抜な発想、それはどこから来たのだろうか。もしかしたら実際に何かを見てそれをモチーフとしたのではないかと、暗に古代の日本人が UFO をモチーフに岩船を作った、そのように持論を述べています。調べれば調べるほどわからなくなるマスダの岩船の正体。一度岩船から離れて別の視点から考察する必要がありそうです。徳川幕府の影の支配者、柳生一族と柳生新陰流の謎。マスダの岩船のある奈良県橿原市は県下第2の都市で、県庁所在地である奈良市が県下第1の都市です。その奈良市に柳生の里と呼ばれるスポットがあり、剣豪として名高い柳生十兵衛を輩出した柳生一族が代々治めていた土地でした。戦国時代、柳生氏は奈良の称豪族に過ぎず、松永久秀の悲観の地位に甘んじていましたが、1600年に起きた天下分け目の関ヶ原の戦い前後から突如として中央政界に進出。柳生十兵衛の父である柳生宗則の代に至って、大和柳生藩の大名の列に命じられたのです。それだけではなく、徳川幕府の大目付という重職にも就任。大目付とは、諸藩の大名や朝廷を監視し、謀反から幕府を守る役職で、通常は旗本から選ばれます。旗本とは、徳川家に代々仕えてきた筋金入りの家来であり、宗則は家康の後を継いだ徳川秀忠に剣術を教えたことで旗本になりました。松永久秀の没後は豊臣家に仕えた柳生一族が旗本に選ばれたのは奇妙と言えます。そして何より柳生一族が特別視されるのは、彼らが徳川将軍家の兵法指南役として有名だからでしょう。兵法指南役とは、徳川将軍に剣術を教える仕事ですが、単にそれだけではなく、兵法、すなわち軍事作戦全般の指導に携わっていたといえます。つまり、幕府の安全保障に深く関与していたのが柳生一族だったのです。言葉は悪いですが、たかが一回の剣術の先生がこれほどまでに出世したのはどうしてでしょうか。同じ兵法指南役の一刀流の小野忠明は、わずか600石だったのに対し、宗則は大和12500石。二人の教えた剣術に理由があったとでも言うのでしょうか。柳生一族が用いる剣術の流派は、柳生新陰流と呼ばれます。その技は千変万化、宴会、宴飛、散陰など多数の技があるようです。特に、無刀取りという、素手で切りかかってくる相手を取り押さえる技は、本気の家康が刀で三度切りかかり、三度とも取り押さえられた絶技。柳生一族は、どこからこんな高度な技術を学んだのか、柳生新陰流のルーツを考えてみたいと思います。
野牛新影流のルーツは縄文人の武術だった？野牛新影流のルーツをたどっていくと影流だそうです。この影流を学んで新影流を起こしたのが上泉信綱で、彼から新影流を学んで野牛新影流を作ったのが野牛宗則の父である野牛石秀斎。そして野牛新影流のルーツである影流の開祖は会津伊興斎。彼は伊勢の国出身で、会津氏の始祖は水軍を率いていた一族。そして遠祖は渡墨の命という渡墨で、千木系の氏族です。話は少し変わりますが、昭和の剣豪作家として有名だった小説家に五味康介がいます。彼の短編に新影崩しという作品があり、内容は陰の子と呼ばれる万事教を信じる山の民が野牛一族を襲うというもの。彼らが野牛一族を狙う理由は、野牛新影流は陰の子に伝わる武術を石秀斎が盗んで作ったためでした。これはあくまで小説に過ぎませんが、五味氏は新影流について、なぜ技名に猿など奇妙な名前をつけたのか、もともとは山の民が使う武術だったのかもしれないと推測を述べています。五味氏が言う山の民ですが、諸説あるも、ここでは大和王権に服従しなかった縄文系のグループの生き残りだったと考えます。そのように考える理由は猿にあります。増田の岩船のある橿原市の近くに飛鳥村があり、そこでも奇妙な石造物が見つかっており、一説には飛鳥の巨石文明の遺跡ではないかとも。その奇妙な石造物とは、4つの猿をかたどったオブジェ。猿と言いましたが、渡来人をかたどった、いやペルシア人だという人もおり、増田の岩船と同様、全く謎とされています。いずれにせよ、古代のこの地方には巨石を精巧に加工するだけの高度な文明を築いたグループがいたことは確かなようです。そしてこれほどまでに高度な文明社会を築いていたのなら、闘争の手段としての武術もかなり発展していたことが推測できます。もしこの文明を、以前にもこのチャンネルで紹介した1万6000年前に存在した高度文明、縄文文明の真実で紹介した縄文文明だったとしたら、影流は縄文人たち固有の武術だった、そのように思います。では野牛一族と増田の岩船の関係とは何か。最後に、野牛一族と増田の岩船の関係から推測する岩船の正体につき紹介します。縄文文明の未知のテクノロジーを示す増田の岩船。 UFO 研究の権威ジョルジョ・ソカラス氏は、増田の岩船について、石の上部に掘られた2つの正方形と側面の格子状のデザインは、古代人が作ったにしてはあまりに精巧で、古代の日本人は石を溶かす未知のテクノロジーを持っていたのかもしれないと述べました。また巨石がどこかから運んだものだったとした場合、その運搬技術も未知のテクノロジーだったと言えるでしょう。ではこれほどまでに優れた未知のテクノロジーを作り出した人々とは誰だったのでしょうか。またそれらの未知のテクノロジーは失われてしまったのでしょうか。その答えとなるヒントは、先ほどまで述べた野牛新影流とその開祖の野牛石秀斎に隠されていると思います。人間心理の裏の裏まで考え尽くしたこの流派の奥義は、縄文時代の昔から長きにわたり面々と伝えられてきたものでしょう。そして縄文文明が有していた未知のテクノロジーも秘密裏に伝わってきた、そのように思います。ところで野牛一族の大躍進は野牛宗則の代に始まったと紹介しましたが、その異常な出世ぶりも謎だと述べました。そこで考えられるのは、野牛一族が支配した古代縄文人のネットワークが徳川家の寵愛の理由だったのではないか、そのように推測します。巨石文明を大和の地に築いた古代縄文人は、朝廷に追われ全国に散らばりながら細々としたネットワークでつながっていた。
その古代縄文人の子孫を草、すなわち諜報員として活用し、徳川幕府の安全保障の重役を担ったのが柳生一族だった。当然柳生一族は古代縄文人の持っていた未知のテクノロジーについても熟知しており、幕府に仕官する際にその秘密をアピールすることで徳川幕府の中席にまで柳生家は上り詰めた。そんな風に思います。その理由は柳生石秀斎の名前にヒントがありました。石秀斎というのは本名ではなく柳生宗悦が本名。宗悦が石秀斎と名乗り始めたのは1593年。自ら石の船と名乗ったのは、浮かぶに浮かべない船、つまり出世できない自分を嘆いたからと言われます。しかし翌年、家康に無刀取りを披露し、自分に使えないかと家康が言うも、それを辞退しています。代わりに息子の宗則を家康に預け、柳生家は出世街道を邁進しました。世に認められることを望んだ石秀斎の行動としては奇妙です。むしろこんな推測ができます。家康に会った石秀斎は無刀取りを披露した後、柳生一族は古代の失われた秘密の技術を持っており、彼らのネットワークも把握しているので、徳川家のお役に立てるでしょうと自ら売り込んだ。そのアピールが石秀斎という名乗り、つまり増田の岩船をはじめとする古代縄文文明の継承者という意味を含んでいた、そのように考えます。そして柳生一族は全国に散らばる縄文人のネットワークと未知のテクノロジーを駆使し、徳川幕府を陰から操るようになった。増田の岩船の正体、それは縄文文明の高度なテクノロジーの遺物であり、その秘密は約1000年後に柳生一族の手に渡り生き続けた。柳生家は現在でもその子孫の方がおられ、新陰流を教えられているといいます。ひょっとしたら先祖代々の言い伝えが残っているかもしれず、その公開を期待したいです。いかがでしたでしょうか。今回は謎の巨石遺物増田の岩船の正体の考察をしてみました。こんにちは、ザチコです。岡山県には大きな古墳や謎の遺跡がたくさん残されています。その遺跡を調べると、知られざる文明が存在したらしい痕跡が多く発見できるのです。後半では、古代日本に謎の文明が存在したと考えられる考古学者が発見した痕跡について解説します。日本最大級の古墳が岡山に存在。岡山県内には古墳が約1万4000基あり、古墳の多い県ランキングでもトップ5に入っています。大きな古墳が多いのも特徴で、全長100メートルを超える巨大な前方後円墳が13基も存在。中でも、造山古墳は全長が360メートル、高さは29メートルもあり、日本の古墳の中で第4位という大きさを誇っています。このような古墳が多く存在するのは、この辺りに吉備の国があったからでしょう。吉備の国は弥生時代後期から古墳時代に栄えた地方国家で、現在の岡山県全域と広島県東部、兵庫県西部を含む地域にありました。多くの古墳は吉備の国を治めた長や有力者の墳墓だと考えられていますが、中にはかなり珍しいものもあります。それは弥生時代の後期に作られた立て付き遺跡で、正確には古墳のルーツである弥生墳丘墓と呼ばれるものです。吉備王の墓だと考えられていて、当時としては日本最大級の墳墓であり、珍しい双方中円墳でもあります。双方中円墳は中央が円形になっていて、その両側に長方形の突出部2つが接続する形の墳墓のことを言います。立て付き遺跡は中心に直径約49メートルの円形があり、そこから北東と南西に向けて2箇所、長方形が飛び出すような形をしていました。残念なことに、両側の長方形部分は宅地開発でなくなってしまいましたが、丘のような円形部分は保存されて、現在は公園になっています。そしてこの残された円形部分には、ストーンサークルがあるのです。
一般的には雨乞いなどの神事に使われたと考えられていますが、確たる証拠はなく、作られた理由は謎のままです。円形部分の頂上に現在も立っている石は5つで、少し平たい形をしており、大きなものは高さが3メートルもあります。周囲の斜面にも立てた石が2列に20個ほど並んでいたり、小さな石を円状に並べた跡があったりと、ストーンサークルの痕跡を見ることができます。ストーンサークルには石で作った祠もあり、以前は千体門跡という石の御神体が祀られていました。千体門跡には曲線などの模様が彫られていて、正面に人の顔のような彫り込みもあることから、通称亀石と呼ばれています。実はこのストーンサークルと亀石には、桃太郎のモチーフになったと言われる吉備津彦の命の鬼退治に関連する話があるのです。吉備津彦の命は日本書紀によると高麗天皇の王子で、伝承では天皇の命により浦という鬼を退治したと言われています。伝承では立付遺跡のストーンサークルは、吉備津彦の命が鬼の矢を防ぐために作った盾だということです。さらに御神体の亀石は、その戦いに使った空飛ぶ乗り物だと言い伝えられていて、亀石は神石がなまったものだとする説もあるそうです。山頂にそびえる謎のピラミッド。岡山県の南部には標高508メートルの熊山という山があります。熊山は古代から信仰の対象になってきた山で、33基にも上る石仏や石碑、石を積み上げた建物の基礎などを見ることができます。中でも有名なのは、山頂に作られたピラミッドのような建造物です。こちらは奈良時代後期に作られたと考えられていて、熊山遺跡として国の指定史跡にもなっています。四角形の石積みの基礎の上に、四角い石積みを3段重ねた階段状で、様々な形の割り石が正確に積まれている様はパズルのようです。高さが 3.5 メートル、基礎部分の一辺は 11.5 メートルで、上から2段目には四角い横穴が4面に開けられています。階段上で上部に入り口のような穴が開いているデザインは、古代マヤ文明やインカ帝国のピラミッドによく似ていますね。四角形のそれぞれの面が正確に東西南北を向いていることもピラミッドらしく見え、パワースポットとしてここを訪れる人が絶えません。この不思議な遺跡は一体誰が何のために作ったのでしょうか。一般的に仏塔か仏教の儀式を行うための施設ではないかと考えられていて、2段目の横穴も仏像などを収めるためのものだとされています。同時期に建てられたインドネシアの仏教寺院跡、ボロブドゥール遺跡にも見た目が似ていることから、何らかの関係があるのではとする説もあるようです。しかし実際に仏像などが発見された記録はなく、仏教関連の施設だという確証はありません。さらに3段目の中央には、古墳によく見られる縦穴石室が設けられていることから、権力者の墓だという説も出ています。ですが縦穴の中からは石棺などは見つかっておらず、墓だという確実な証拠もないのです。ちなみに縦穴からは 1.6 メートルほどの筒型容器が発見されたそうです。筒型容器は陶製で5段重ねになっており、奈良未細骨壺と革製の文字が書かれた巻物が入っていたと伝えられています。残念ながら巻物などは盗難にあって紛失してしまい、この遺跡に関する詳しい調査は進んでいないようです。結局のところ、おそらくは奈良時代に建てられたという以外のことは分かっていません。それほど高い山ではないとはいえ、これだけの量の割り石を運ぶには結構な労力がかかったでしょう。形の違う石をきれいに積み上げる技術も必要で、依然として謎の多い遺跡となっています。巨石群と古代人からのメッセージ。ストーンサークルやピラミッド以外にも、岡山には巨石や石を使った遺跡がたくさん残っています。
特に南西部の総社市にある鬼の差し上げ岩は、そのスケールもさることながら伝説の地としても知られているのです。その岩の大きさは縦が15メートルで横が5メートル、厚みはなんと5メートルにもなるそう。この巨石が別の巨石の上に屋根のように乗せられていて、その下は人一人が立ったまま入れるぐらいの岩屋のような空間になっています。これほどの巨石が人の手で動かされたとは思えないのですが、形が家にしか見えないので、人工的に作ったように感じてしまいます。そのせいもあってか、この鬼の差し上げ岩には、先ほどの吉備津彦の命に関する伝説があります。それは鬼である浦がこの巨岩を差し上げて岩屋を作り住処にしたというものです。巨岩を持ち上げる時についたとされる浦の手の跡や岩壁に彫られた不動明王像などが残されています。周辺はハイキングコースとなっていて、鬼の餅つき岩、包囲岩、小岩などの巨石などを見ることができます。さらに古代吉備の国の中心地点にあった吉備の中山には古代人のメッセージらしきものが入った岩が存在します。この辺りは古代から祭祀を行う神聖な場とされており、石が崇拝されてきました。古神道では神は石に座ると信じられていて、その石から神を移すことで祭祀を行っていたのです。古代祭祀が行われた場所としてこの地に残るものの一つが穴観音です。穴観音は自然石の正面に仏像が彫り込まれ、側面に穴が開けてあるのですが、その穴に耳を寄せると観音様の声が聞こえるのだとか。現在はかなり風化してしまいましたが、赤い布をかけられた丸い石が並ぶ様子は、古代の人の石への信仰が感じられます。さらにこの近くには、ストーンサークルのようなものも残されているのです。こちらは立て付き遺跡のような背の高い巨石ではなく、穴観音のような背の低い石で作られています。縄文時代の墓ではないかとの説もあり、真実なら吉備の中山がかなり古くから特別な場所だったと考えることができます。そして吉備の中山には、信仰の対象となった巨石を多く見ることができます。山頂近くの山道には表面が鏡のように平らになっている大きな岩がいくつも並んでいる場所もあります。その中でもひときわ大きい岩が鏡岩と呼ばれているのですが、その表面には無数の切り傷のような跡がついているのです。傷は一見、これといった形をなさないように見えますが、不規則な線は文字のようにも見え、人が意図してつけたようにも見えます。この傷のようなものが自然についたものか、古代人が意図してつけたものかは分かっていません。ただ鏡岩の周囲には同様の状態の岩が多数見られ、古代人が残した何らかのメッセージである可能性は否定できないようです。退治された鬼の正体とは、吉備の中山には浦を退治した吉備津彦の命の墓と言われる中山茶臼山古墳があります。さらに山を挟むようにしてどちらも吉備津彦の命を祀る吉備津彦神社と吉備津神社が建っています。吉備津神社には吉備津彦の命が跳ねた鬼の首が埋められているとされ、鬼の首が吉凶を占う鳴鎌神事は有名です。ちなみに吉備の中山の一番標高が高い場所と2つの神社は同じ直線上に存在するそうです。吉備津彦神社は夏至に社殿の正面から太陽が昇るため、別名を朝日の宮と呼ばれています。この3地点が並ぶのは太陽信仰によるものではとの見方もあって興味深いです。それはさておき、岡山の遺跡をたどると、その多くに吉備津彦の命の鬼退治に関わる話が出てくるのです。これほど痕跡が残るということは、鬼退治は単なる伝説ではなく、実際にそれに近いことが起きたのだと考えられます。吉備津彦の命は天皇の皇子だとして、鬼とは一体何なのでしょうか。伝承によれば、鬼子と浦の祖先は、
5世紀頃大きな船に乗って吉備の海にやってきたそうです。その船から見下ろす男は身の丈が1丈4尺約4メートル24センチもある大男で、獣のような目と燃えるような赤い髪をしていました。男は戦に敗れて逃れてきた百済の王子で、吉備の地に造船技術やたたら製鉄など当時最先端の技術を伝えます。つまり浦とは吉備の国に繁栄をもたらした渡来人なのですが、その力を恐れた大和朝廷により討伐されたことが鬼退治の伝説として残っていると考えられています。実際浦が建てたとされる古城跡は今も鬼の城と呼ばれており、鬼の盾となったストーンサークルから1キロほどしか離れていないのです。鬼の城は朝鮮半島から追ってくる敵を見張るためのもので、復元された城門などのほか、当時の城壁の一部である石積みが残されています。この城には巨石を利用して作った石の祠のようなものもあり、ここでも石への信仰の跡を見ることができます。鬼の城は文献などへの記録が一切見つからないため、建築時期やどのような姿だったのかがはっきり分かっておらず、未だ謎の多い城となっています。学者も認めた古代文明の痕跡とは、このように吉備の国に大和朝廷をも脅かす文明があったことは事実のようですが、浦が百済から来たという点については疑問の声もあります。百済は朝鮮半島にあった国ですが、伝説によれば浦の王子は見上げるような大男で燃えるような赤い髪をしていたとのことでした。多少の誇張はあるにしても、とても東洋人とは思えない風貌ではないでしょうか。一説にモンゴル高原の東北で遊牧していたタタール人ではないかとも言われていますが、浦の正体については今も様々な議論がされています。さらに岡山では他の渡来人による文明があったらしい痕跡、古代のシュメール文字が刻まれた石が発見されています。一つは岡山市内の池田神社で、鏡岩のような表面が平らになった巨石にシュメール文字で、雨を我らにと祈ると書いてあるそうです。もう一つは吉備中央町の山にある石仏で、上部に4つの記号のようなものが縦に並んでおり、その下に地図のようなものが描かれているものです。記号のようなものはおそらく、この地図は北向きに描かれていると書いてあるのではないかとのこと。残念ながら土地の持ち主が騒ぎになることを嫌い、発見した学者が学会に発表することを許可しなかったため、詳しい調査は今もされていません。このようなシュメール文字が刻まれた石は日本各地で見つかっているのですが、渡来人の伝説が残る岡山にあるのは興味深いと言えるでしょう。シュメール人はチグリス・ユーフラテス川流域に世界最古の都市国家を作り、古代メソポタミア文明の礎を築いた民族です。世界最古のくさび型文字を考案したのもシュメール人で、残された石板からは彼らが高度な医学や天文学の知識を持っていたことがわかります。そのような高度な文明を築いたシュメール人と日本には多くの共通点があるのだそうです。シュメールの多神教と日本の神道に多くの共通点がありますし、シュメール王朝の紋章と日本の菊の御紋は花弁の数まで一緒で酷似しています。日本語とシュメール語の言語構造も同じで、共通する単語も多くあります。例えば天皇を意味するスメラミコトやミカドはシュメール語が元になっているという説があるのです。縄文人のルーツはシュメール人であるとの説もあり、日本とシュメール人はどこかしらに接点があるとする説は多いのです。シュメール人がどこから来てどこに消えていったのかは世界史に残る大きな謎となっています。歴史の中で突然現れたように見えるため、宇宙から来た宇宙人説まであり、古代日本に何らかの影響を与えたという話も夢物語とは言い切れないのではないでしょうか。岡山には古墳などの多くの遺跡が残っており、古代から特別な地として認識されていたことがわかります。
吉備の国の繁栄に渡来人が関係していたように、他にも外国からもたらされた知られざる文明があったのかもしれません。